古今モンスト物語第6話アシュラ昔のモンスト。やっぱりアシュラといったら配置が重要になってくるクエストだよね。敵が短距離攻撃や範囲攻撃をしてくるため、攻めと守りの使い分けがかなり大事になってくる。そのためどこにいてもダメージが稼げる山竹のロックオンレーザー、キラーでゴリッと削れる沖田総司が人気だよね。あとは出たてホヤホヤのルシファーの友情コンボもかなり強力だよね。今のモンスト一体何が起きているんだろうか。常識では考えられない軌道で、これまたわけのわからない物質がどんどん飛び交う。それと同時にとてつもない速度で敵を簡単に消し去っていく。これだけ倒しておいてこの笑みは草。昔のモンスト。ボス戦からは HP も高くてスピードダウンもされてしまうからダメージが与えにくい。さらにボス戦のアシュラはショットガンと爆発を操ってくる。それぞれ避難場所が用意されてるから、そこに配置することが勝利への鍵になってくるよね。あとは見るからに痛そうなダメージウォール。せっかくボスまで来ても一つのゲージミスで負けてしまうから、ゲージミスが怖くてなかなか指が離せなくなるよね。今のモンスト。山竹のレーザーの8倍くらいの範囲にわたるとてつもない威力のレーザーと、爆発を繰り返す無数の弾がボスのアシュラの HP バーを恐ろしい速度で削っていく。てかお前ダメを持ってないんかーい。